どうも、ありがとうございます。久々の料理を作っていこうかと思います。おとといですね、コロナのワクチンの2回目を打ってきて、で、当日はね、全然余裕だなって、今回軽いじゃんって思ってたんですけど、2日目の昨日、もうめちゃめちゃしんどくて、で、結局、ちょっとあれですね、作りながら喋りましょう、その辺はね。で、今回は、タイトルとかにもあると思うんですけど、マカロニサラダを作ります。これ使ってね、マカロニグラタン。で、これ理由があって、うち息子が2人いるんですけど、ちょっと茹で時間かかるから先に茹でながら喋りましょうか。2人ね、息子がいるんですけど、下の子、今5歳の年中さんの次男は卵アレルギーなんですよ。だいぶ練習してね、食べれるようになったんですけど、アレルギーなので、お待ちください。こうスーパーとかの惣菜でマカロニサラダ売ってるじゃないですか。で、俺マカロニサラダがめちゃめちゃ好きなんですよね。で、買ってきた時に、自分が食べられないから、惣菜で売ってるやつって、そうだからいいなーってなるじゃないですか。だから前回ちょっと前に作ったんですよ、息子用に。で、その時に、マカロニサラダ何がまずいかって、マヨネーズが入ってて、で、マヨネーズ卵入ってるから、あれが NG なんですね。だけど皆さん知ってます？マヨネーズに卵使ってないのあるんですよ、こうやって。そう、あって、で、これでね、作って、で、喜んで食べてくれたんですけど、その時に惣菜で売ってる、よいしょ、マカロニサラダって、マカロニがストレートタイプなんですよ。こういう、これ開けたら分かりやすいか。ちょっとお湯が沸くまでですよ。お湯先沸かしちゃよかったわ。お前どっかで動画飛ぶかもしれないけど、こういうね、ストレートタイプのこういう穴が開いてるやつなんですけど、その時作ったのが、こういう穴が開いてないやつ、ちょっとこう、なんか、ねじねじってなってるやつ。で、作ったら、こう、穴が開いてるやつがいいんだけどなーって。うち、弟がお兄ちゃんのことをニーニーって呼ぶんですけど、ニーニーと同じのが良かったなーって そう言われたから、それに関しては、もう俺の、配慮不足よね。そりゃそうだよね。同じの食べたいと思うのにさ、その気遣いができてなかったんよ。そう。だから今回はちょっと買ってきて、この子でストレートタイプね、この子で作っていこうと思います。じゃあこれ茹で時間9分らしいんですけど、ちょっときゅうりとか人参とか下ごしらえが必要なので、よいしょ、おっと、やっていきましょうかね。で、マカロニこっち、いいか、茹でるから、ちょっとあれか、塩で若干下味つけといた方がいいかな。ちなみに皆さん、ポテトサラダとマカロニサラダってどっちがお好きです？結構俺ここの好みって分かれると自分は勝手に思っていて、私はね、もう断然、両方好きですけどね、好きですけど断然マカロニサラダなんですよ。マカロニサラダが大好きで 私はポテトサラダの話申し訳ないんですけど、そうなので、ただね、惣菜で買うともね、そこそこいい値段するからさ、ちょうどね、作るとたくさん食べられるし、一石二鳥かなっていうとこですよ。それにしても、こう、卵アレルギーのね、自分がアレルギーを持ってないので、俺は。だから、やっぱ息子が2人目が生まれてから、アレルギーのことがすごいこう勉強するというかね、こうやっぱり詳しくなっていって、だから、皆さんスーパー行くときに、多分ご家族にアレルギーの方がいるとね、やると思うんですけど、全商品やっぱ見るんですよ。癖ですね、もう。これ入ってるかなって。例えばこれもそうですけど、パスタ、こうやってね、アレルギー表記されてるんですよ。見えるかな？ちょっと反射してるね。小麦って書いてあるんだけど。だからそれで、で、パンがね、NG で、ちょっと今日買ってきたんだけど、例えばさ、あれがいいか。普通のさ、これ明日の上の子の朝食に買った2食パンね。これ2食パン。これとかだと、これ書いてあるかな？これね、表記してないね。ただ、原材料名のところに、多分見えないと思うけど、ここに卵って書いてあって、これは食べられないよね。ただ、ランチパックってあるじゃん。ランチパックは、例えばね、これはいちごジャムのランチパックとかはさ、これ卵入ってないのよ。こう丸ついてないでしょ。で、いちごパ、えっとね、いちごジャムと、小倉マーガリンと、ピーナッツは入ってないの。でも他は入ってんのよ。そう、だそういったものもあって、こういうのやっぱ詳しくなった、アレルギーをね。だから多分俺、息子が生まれんかったらマヨネーズで卵なしのものがあるんだってこと多分知らなかったと思うもん。うん。ってことで、ちょうど沸いたんでね、
沸かして、あと茹でていきます。9分ですね。よいしょ。で、150g ちょっと多いんですよ、これ実際。でも余らせてもしょうがないし、でもし多かったら、今日夕食でシチュー作ってるんで、なんかシチューの余ったやつ絶対余るからさ、あのマカロニ下引いてシチューのね、あのホワイトソースとかホワイトシチューかけてチーズ乗っけて焼けばね、なんかドリアじゃねえや、グラタンみたいなできるかなと思って、まあ、そんなにね、ちょっと多かったらそうしますわ。で、切りながら副反応の話していきましょうかね。今回その、なんだろう、ワクチンをさ打つべきかとかそういうのはね、ちょっとそういう話をしたいわけじゃないので、実際打ってどうだったかっていう話だけを聞いてもらえたらなと思うんですけど、まあ2回打ってさ、ちょっと薄切りしていきますね。これちょっとでかいかな、半分。5歳が食べるにはキュウリどうだろうな、いけるか、大丈夫かな。今回あれも美味しいね、これね。そうそう。で、あと注射自体はまあ一瞬ですよ。自分は注射昔こうちょっと大学の時に結構入院してたことがあったんで、注射慣れはしてるからっていうのもあると思うんですけど、お、熱い。まあ一瞬よ。採血とかに比べれば全然楽だし、で、皆さんのね、身の回りにもさ、ワクチン打った方がいるとさ、多分一番出てくる感想で腕が痛いなんだよね。そう、でもあれワクチンのなんか効果とかじゃなくて、副反応じゃなくて、ワクチン、あのコロナのワクチン、筋肉注射なんですよ。この辺赤くなってるでしょ、ほら、ここね、ここに打つんだけど、あの筋肉に打ってるから、直接筋肉にこう刺激を与えてるので、すごいあの強い筋肉痛が出てると一緒なんだって。これテレビのあの知識だからごめん、実際知らんけど、俺専門家じゃないかららしくて、だからまあ1回目も2回目も腕は上がらん。あ、2回目だいぶ楽だったけどね。でも1回目とか本当に上がらんかったもんね。そう。よいしょ。1本いけるかな。あ、1本でいっか。で、そうそう。まあ1回目はね、副反応実はそんなに大変じゃなくて、どっちかというと、あの打ってから8日後、8日経った後にね、腕がまた赤く腫れ始めてさ、あの俺モデルナ打ったから、そうモデルナアームってやつだと思うんだけど、ああいうのがなんか心配だった、まあ、全然かゆいぐらいだったから痛くはなかったけど、やべ、久々に切ってると、ま、マジ下手くそだ。で、そうそうそう、初日はね、打った初日は腕痛いなぐらいでだったんですけど、おお、熱いからこれ後で、たまにいいか、食べよう後で。そう、これちょっとあれだな、熱いから半分にしよう。切れてないやつでしょ。つながっちゃうんだよね、これ、ほら、こうやって。そうそう。でね、あ、余裕だなと思って2日目になった時に、まず起きた時にあれおかしいと思ったのよ。そう、体が重たいと思って、で案の定起きてちょっと経ってから熱がどんどん上がり始めて、多分午前の段階でいつだったっけな、まあ9度近くになって、そうで結局夕方かなんかにマックスでその9度5分かなまで行っちゃったんだけど、そう。でもなんかね、インフルエンザみたいな感じだった、こう感覚的には。熱があって、あの関節痛があるからさ、ただ熱があるけど、そのなんだろうな、喉が痛いとかさ、そういうのは全くなかったんで、体は元気なのよ。でもその関節痛がさ、すごい辛くて、で結局昨日なかなか寝つけなくてさ、布団にはもう早く寝ようと思って、子供たちの寝かしつけしながら9時過ぎぐらいには布団入ってたんだけど、結局11時半ぐらいだったかな、多分記憶がなかったらその辺だから、そうぐらいまでかかっちゃって、
で今日今料理したのが3日目なんですよね。で3日目も起きた時やっぱ寒気とかすごいしてて、でも熱は薬飲んだのもあると思うけど7度いくつだっけな、おっと来たな、7度ちょっとかな、7度5とか7度6分ぐらいまで下がったんで、そう、ただまあちょっとね今でも鼻水ジュルジュルしてたりとか体のだるさはねまだあるんですけど、まあちょっと関節の痛みがだいぶ和らいだので、まあ、動けるっていうとこかな。で今これ撮ってるのがちょうどお昼過ぎ1時ぐらいかなに撮ってるので、多分夕方になったらねまた少ししんどくなっちゃうと思うんだけど、まあ動けるうちに料理もしとこっかなっていう話ですね。そっか、人参あれだね、茹でなきゃか、あ、茹でる、どうしようかな、ちょっとど忘れしちゃって調べてあのカンニングしてきましたそう、人参茹でなきゃだよなと思って、で人参は細切りでいいかな、のが食べやすい気がする。ちょっと感あの歯ごたえが残るぐらいの、あーミスっちゃった、細切りにして電子レンジで2分ぐらいですかね。茹で上がりましたね。よし、そしたら粗熱を取っておきましょうかね。ちょっとオリーブオイルを混ぜて絡めておいてくっつきにくくしておきます。よいしょ、あ、この辺の量とかも全部適当なんで気にしないでくださいなんかこんな話をしてるとさ、まあ多分学生が見てること多いと思うので、これからワクチンね打つ方とか、まあ、1回目で終わった方とかが多いかなと思うんですけど、あ、心配ってねちょっと思わせちゃうかもしれないんですけど、もちろんさ、あの予防接種とか今までみんな受けて、予防接種の後に体調悪くなることないじゃんか、ごめん、インフルエンザとかにしても、だからあってなるかもしれないですけど、まあ、割と2日ぐらいで済むっちゃ済むので、そんなねあの今回もこうビビらせたくて撮ってるわけではないので、そういうふうには思わないでねとは思うんですけど、ただね、まあ一事例としてお伝えしたかったので、まあ喋りましたっていうところですわ。もうさ、ちょっとここから話がそれちゃうんですけど、皆さんコロナがさ落ち着いたら何がしたい？どうよ、みんなぜひコメント欄に書いてみてよ。もうさ、なんだかんだで1年半ぐらいかコロナがなって、世の中が変わっちゃってね、変わっちゃってっていうけどもあれだけど、本当に当たり前がさ当たり前じゃなくなって、みんなも学校でさご飯とか給食とかさ、まあ、弁当とか食べてる時もさ喋っちゃいかんやん。でうちのさ上の長男、あの卵アレルギーじゃない方ね、ない方のお兄ちゃんの方はさ、人参切りすぎたな、ちょっと多かったな、多かったかな、お兄ちゃんとかさ今小学校2年生なんですよ。だからあの休校期間に入学式があった子なのよ、ちょうど。だから給食は黙食だ、黙って食べる黙食ねが当たり前だと思ってるから、えってみんなで喋りながら食べていいのって言うのよ。なんか、それを危ないね危ない危ない、それをさかわいそうっていうのはあれかもしれんけど、でもなんか切なくなったよね親としては。うん、ちょっとこれラップかけてチンするわ。ってことで何したいって話よ、みんな。
ちょっと楽しい話しようぜ。これから先さ。2分でいけかな。1分40するか。あ、ちなみにあのマカロニサラダさ、皆さんのとこ何入ってます？マカロニとみたいな。でなんかレシピよく見るとね、あとキュウリと人参と玉ねぎとハム、これが多いんですけど、俺私マカロニサラダの玉ねぎがねあんまり好きじゃないんですよ。玉ねぎ自体は結構好きなんですけど、だから今回は入れません。はい。であと次男くんがね最近ハム好きになったので、そうなの。あのね、次男はねお肉関係がずっと苦手で、結構そうなんですよね。やっと最近なんかハムの美味しさに目覚めたよ。あ、最近ウインナーもやっと克服した。まあハムとかウインナーもさ、こうサイトとかいろいろ見てるとね、体にあんま良くないとかって言われることも多いんですけど、でもまあ食べれるものは多い方がいいなと思ってて、そうそう、だからねハムはちょっと多いかも。でもそうでもないか、今日全体的に多いもんね。よいしょ、こんなもんかな。よし、そしたら、あ、人参粗熱取んだけだもんね。あとは混ぜるだけです。はい。ハムとマカロニとキュウリとあの人参くんだと、マヨネーズとちょっと砂糖とか塩コショウとかで味整えたら OK って感じですね。わあ、熱そうですねこれ。熱熱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 。あ、でも結構柔らかくなった。いい感じかな。こう電子レンジのさ、こう温めた後のこの隙間、この蒸気のとこ火傷しますよね。私ここで一回結構な火傷したことがあって、気をつけないとね。キュウリしまっとくか。ああ、そうで、やりたいことね、ちょっとみんなのコメント欄見るの楽しみにしとこう。なんかみんなに振っといたからさ、ちょっと自分も少しだけ最後喋らせてもらうんだけど、もうとにかくさ、俺はもう最近ずっと思ってるんですけど、本当に、あ、間違った、もうね、ただただみんなに会いて、それあっち、ちょっと待って、あれだ、このまま置いちゃうと、よし、ちょっとこれでまあ冷やしますね。会いたいっすね。結局ずっとイベントもできてないし、チャンネル登録100万人いったらさ、みんなと会ってお祝いしてもらうんだみたいなウキウキだったんだけど、それもできてなくてさ、チャンネル登録ね100万いったのが去年の2020年の7月7日七夕だったから、ちょうどもう1年ちょっと経ってるんだけど、みんなに会えてないもんね。なんかそれが一番な気がする。おっとっと、固まっちゃってるから。あー、マカロニ、すまん、マカロニ、お前のことは忘れないよ。ちょっと戻すのあれなんで洗って食べますね。味ついてないけど、うん、あ、ちょっと硬いかな。あ、どうだろう、大丈夫かな。まあ、なんかそんなことを思います。結局、まあ、みんなどう感じたか分かんないですけど、コロナがなった時に個人的にはね、あの時に、そっか、マカロニ多いからどのお皿にしよっかな。あ、でもいっか、全部が全部使うわけじゃないし、まず半分ぐらいでしょうか。数ヶ月だろうなって思ったんですよ、正直言うと。なんか最初はね、だけど結局あれよあれよと1年半もこうなって、変異株がいっぱい出てきて、全く収束のね見込みもなくてさ、こうやって長くなっちゃってるけどね。マスクをしない、まあ、マスクはしててもいいと思うけど、普通にこう心置きなくイベントに参加できてさ、なんかいろんなことを考えずに楽しめたらいいよね。うん、
なんか最近のモチベーションは一番そこかもしんないな。みんなと会えるまでは頑張るぞみたいな。なんかそんな感じに思ってます。はい、ということで完成までいかないのがあれなんですけど、この辺で終わろうかな。ではでは、ちょっとまったりとだらだら喋らせてもらいましたが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。皆さんもね、料理っていい息抜きになりますので、はい、私も学生時代から結構やってましたけど、なると思いますので、まあ、よかったらね、息抜きにやってみていたらどうでしょうか。ということで、以上でございます。またお会いしましょう。それじゃ、またねー。バイバーイ。どうぞ。あ、落ちたきゅうり。どう？おいしい。あ、本当？よかった、よかった。なんかいい匂いがする。シチューかな？